脳科学と AI の交差点第2回セミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。このイニシアティブは脳科学と AI の融合についてより広範な議論を促進することを目指しています。最新の研究と社会への可能な応用に焦点を当てます。ソフトバンク社員の皆様、東京大学ビヨン AI のコミュニティの皆様は、業種を問わずご参加いただけます。今日は特別ゲストに、理化学研究所脳科学研究センター、磯村拓也先生にお越しいただいています。セミナーは日本語で行われます。ただし少しだけゲストを英語で紹介させてください。ドクター拓也磯村 is a theoretical scientist who seeks to describe intelligence, whether in machines, people, or other living things, using math. After graduating from the University of Tokyo, he conducted a postdoctoral research at RIKEN before assuming the position of unit leader at the Center for Brain Science, also at RIKEN. His research aims to mathematically express universal characterization of biological organism intelligence in terms of biologically plausible neuronal circuits and synaptic plasticity rules. In 2022, Dr. Isomura and his colleagues demonstrated that the free energy principle can explain how neural networks are optimized for efficiency. And recently, Dr. Isomura has demonstrated that self-organization of neurons as they learn follow the free energy principle. So these findings have high implications for understanding impaired brain function in thought disorders, impaired learning, as well as for generating optimized neural network for AI. Dr. Isomura is actively collaborating with Carl Friston, the key architect of the free energy principle and active inference, and one of the most influential neuroscientists worldwide. ご質問がございましたら、チャットまたはQ&A ボックスにご記入ください。プレゼンテーションの後にはミュート解除し、お名前をお伝えいただいて、直接質問することもできます。これで、磯村先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Thank you for introduction. 日本語で今日は発表させていただきます。じゃあ、見えてますかね。見えてます。では、発表を始めさせていただきます。今日は、こんな素晴らしい、会に招待いただきありがとうございます。タイトルは Bayesian Mechanics of Self-Organizing System で、主に神経の話をしますけど、もうちょっと周辺の部分についても触れたいと思います。質問があれば、ぜひどんどんと聞いてください。まず、もともとの興味といいますか、なんでこの分野に入ったかっていう、大元のモチベーションは僕の、なぜ知能があるのかっていう、知能とは何かっていうことに興味がありまして、近年だとスーパーコンピューターだとか、量子コンピューターが実用化されつつありますけど、それでも一人の人間の知能には及ばないというわけですね。なので、それを司る脳を理解したいというのが、まずモチベーションとしてあります。なので、そのための統一理論を作りたいというわけですね。ここには脳は、括弧で、より広く知能の統一理論ができたら面白いなと思っています。で、じゃあ、現状どんな知能の理論があるかというのを紹介すると、まず一つは、脳というのはたくさんのニューロンからできているので、ニューロンに着目する立場で、ニューロンは、微分方程式によってダイナミクスを記述できます。で、これは、典型的な、電気回路の、ダイアグラムですけど、一つのニューロンのダイナミクスというのも実は電気回路の形でこういうふうに書けるわけですね。で、さらに何か、近似を行うことで、
この扱いにくいちょっと複雑な回路モデルからもっと簡単な回路のモデルに、印字することができます。そうすると現れてくるのが、この何かエネルギーを最小化するという描像で、これは物理だとか、様々な最適化を扱う分野で普遍的に現れる描像だと思いますが、ニューロのダイナミクスについても近似をすることで、こういったエネルギー関数の最小化によってニューロの活動が決まるというふうに、こういうふうに考えることができるわけですね。こういうふうにダイナミクスに着目するというのが一つの方法です。で、また別の理論的な観点というのは、脳の計算に着目するという立場で、これは脳科学よりの、計算神経科学よりも古くから計算科学において、計算することだとか、知能とは何かというのを数式的に表そうという立場がありました。で、一番基本的になるのはチューリングマシンという考え方で、ここでは、フィニットステートマシン、これは何か計算を行うアルゴリズムだとか、オートマトンと呼ばれるものですけど、それと十分に長いテープがあれば、このテープの値を読み込んで、ここで計算を行うことで、これはどんなアルゴリズムでも表現可能です。しかもうまくこのテープの中に書き込む情報を、調節してやると、ここにプログラム自体も保管することができるので、実はこの何個かこう読み取りヘッダーがある、ユニバーサルチューニングマシンと呼ばれる機械は、実はどんな別のチューリングマシンのエミュレーターも、実装できるというわけで、これはかなり普遍的な、表現方法になっているわけですね。ただし、これと脳の対応関係っていうのは全然十分には分かっていない。で、もう一つ最近注目されているのが、脳を統計学の観点から特徴づけるという立場です。例えば、リンゴと壁がこういうふうに並んでいるときに、我々は、リンゴが壁の形に欠けているとは考えずに、壁によって一部が隠れていると考えるわけですね。これは一種の経験に基づく推論なので、ベイズ推論として定式化することができます。ベイズ推論というのは基本的にはこのベイズの定理に従って計算される統計推論なわけですけど、重要なのは事前知識というものがあるということですね。ここが頻度的な統計学と大きく異なる点です。なので自分の事前知識に基づいて、それを感覚入力のシークエンスによってアップデートすることで、我々の事後確率というものを得るという、そういう描像です。で、さらに、これを解くための一つの方法が、自由エネルギーを最小化するという方法で、実はですね、統計学によって定義される自由エネルギー関数というものを最小化すると、この最小になった点において、ベイズの定理の解が得られるように、作ることができるわけですね。なので、この統計学の問題を解くときの一つの方法というのが、これを最適化の問題に置き換えて、自由エネルギー最小化の解によって、この、ベイズの定理を表現するという、そういう立場が考えられます。このように、いろんなものを自由エネルギーないしはコスト関数の最小化として扱うと、偏分原理が使えるので便利だというわけですね。で、これが脳の、知覚の仕組みなんじゃないか、脳が外界とインタラクションするときに、知覚や行動を最適化することの、原理なんじゃないかと言っているのが、カール・フリストンが提唱している自由エネルギー原理です。で、自由エネルギー原理は、一言で言えば、すべての動物の、すべての生物の知覚、学習、行動はすべて自由エネルギーの最小化によって決まるという主張でして、これはイギリスの脳科学者カール・フリストンが提唱している説になります。この結果何ができるかというと、生物は、この偏分ベイズ推論というのが行えるようになりますよというのが、それがこの、最小化問題、最適化問題を解くた、こ、と、こ、解くことによるご利益なわけですね。で、これがよく自由エネルギー原理を説明するために使うアニメーションなんですけど、典型的には、この脳側というのはこういうふうなエージェント、この犬が我々のエージェントで、これが何か外界を推論するという問題を今考えています。
で、外界には直接観測できるオブザベーションという量と、直接は観測できない隠れ状態という量が存在します。なので、このエージェントの目的というのは、頭の中にこの隠れ状態の推定値を作ること。まあ、それが知覚なんじゃないか。そういうことを、まあ、自由エネルギー原理では考えるわけですね。で、この推定値のことを、事後確率、事後期待値と呼びます。で、これを最適化する必要がありますけど、この最適化は先ほどの自由エネルギーという量を最小化すれば、一番下に到達したところで、最もらしいこの推定値が得られるというわけです。で、ご参考までにこれが自由エネルギー原理、あ、自由エネルギーの数式ですけど、この部分が、ライクリフード、誘導と呼ばれているもので、まあ、これはいわば予測誤差に対応しています。で、この第2項は、これは事後分布そのものですけど、これログを取っているので、これはエントロピーと呼ばれる形になっていて、まあ、このエントロピーを大きくしつつ、この予測誤差を小さくすることで、自由エネルギーは最小化されるので、まあ、それを目指すように、この球の中身ですね、球の形を変更していくのが、ここで言っている最適化の意味になります。で、これによって、最もらしい知覚が、できるよということになります。で、さらに面白いのは、同じ仕組みを今度、行動の最適化にも適用可能というのが、この自由エネルギー原理の特徴的な部分で、特に行動の最適化に当てはめるときは、能動的推論と呼んでいます。で、この場合はですね、まず何か、欲しい入力があると考えます。この欲しい入力を手に入れるために、どんな行動を起こしたらいいだろうというのが、ここで考えている問題設定で、これを見つけるために、今度は将来にわたる自由エネルギーというものを考えます。これを期待自由エネルギーと呼びますけど、これはどういう量かというと、何か自分が行動を行うと、外界の、状態遷移が、この行動ごとに変わるわけですね。なので、この行動を選んだ結果、将来どう発展していって、その結果、どんな入力が得られるだろうというのを、この自由エネルギー関数の形を将来の未来の部分に拡張して計算したものがこの量でして、そうすると自分の行動ごとにこの量っていうのは変わるわけですね。なので、その中で一番将来の値を小さくできるような行動を取ることで、この最終的に実際に将来報酬を得られる確率を最大化することができる。まあ、これが自由エネルギー最小化によって、行動を最適化する、ということの意味になります。まあ、このように知覚と行動の両方に同じ原理が適用できるというのが魅力的な点で、これでそうですね、感覚に基づく行動最適化、あるいは学習の仕組みというのは説明できるというわけですね。ただし、ここで話しているのはとてもシステム的な話でして、まあ、言ってしまうと、これは別に脳とか関係ないわけですね。何かベイズ推論に従うエージェントを考えたら、そのエージェントはこういうふうに最適化によって振る舞うよねということを主張しているだけで、問題はこれが脳内でどういうふうに実装されているのか。だから脳のメカニズムと、こういった機能レベルの、機能を最適化の観点から捉えるという立場を結びつけることが重要です。なので、理論神経科学者だと自分は思っているんですけど、理論神経科学が特に興味があるのは、こういったシステムの最適化の話と、回路レベルのダイナミクスがどう対応づくかということを明らかにすることが、特に興味があります。で、まあ、そのために最近こういう理論を提唱しました。まあ、我々の場合はですね、まず神経細胞の数式からスタートします。これは神経細胞の発火を表す、微分方程式だと思ってください。まあ、時間発展する方程式だと考えてください。で、我々はこの方程式は一体どんなコスト関数から導かれると考えると最もらしいかという、そういう問いを立てました。というのは、この式自体は実験によって、まあ、よく形が知られてるわけですね。なので、さっきの発想を、まあ、逆転させて、この形がまず決まっていたら、元のコスト関数はどんな形ですか？それが
おそらく脳の目的関数としてもっともらしいので、それを逆算してやろうということを考えます。そうすると、この式は何かのコストの勾配によって得られるわけなので、逆に積分してやれば元のコスト関数を見つけることができます。我々はこれをヘルムホルツエネルギーと呼んでいます。一方で、ベイズ推論の場合は、まず外界のモデルを定義すると、自由エネルギー関数というのが自動的に決まります。それを最小化すると、先ほど言ったように、ベイズ推論を行うことができるわけですね。我々はこの2つの数式、この2つのコスト関数の間に、実はきれいな等価性があるよということを示しました。なので、どんなこの神経細胞の数式を見ても、このダイナミクスを見ても、実は暗にベイズ推論を行っているんだよということを主張することができます。それが、この、等価性のメリットになります。ご利益になります。で、そうすることで、こういうふうに外界と相互作用するどんなニューラルネットワークの活動や、あとシナプスの可塑性ですね、ニューロン同士が結合しているシナプス結合の可塑性についてもさっきの話を適用することができて、学習も実は、このニューロンの可塑性と、ベイズ推論における学習というのは結びつけることができます。そうすると、こういったダイナミクスを生成しているニューラルネットというものと外界のインタラクションも、実はどんな時でも、これは外界をベイズ推論しているプロセスなんだと、そういうふうに解釈することができます。さらに、今日の発表の最後の部分でちょっと触れたいと思いますけど、もう一つ、等価性がありまして、実は、あるクラスのベイズ推論を行うことと、チューリングマシンによって、外界と相互作用する。あるチューリングマシンが、外界のチューリングマシンと相互作用を行っている状況というのは、数学的に等価だとみなせます。ということで、その嬉しいことにですね、そのあるベイズのクラスっていうのは、このニューラルネットと等価なクラスと同じなんですよ。なので、実はですね、あるニューラルネットのクラスを考えると、それはベイズ推論としても解釈できる上に、チューリングマシーンとしても解釈することができるんですね。なので、さまざまな計算が、このクラスのニューラルネットによって実装可能であるということを言うことができます。なので、今日の目的というのは、この後の時間を使って、この背後にある数式ですね、どういう数理のアイデアに基づいて、これを導き出したかっていうのを紹介したいと思います。数式の詳細を追うことは必要なくて、アイデアを説明してきますので、そのアイデアがちょっとでも伝わると僕はとっても嬉しいです。はい。不明な点は何でも聞いてください。じゃあ、まずスタートとしてはですね、ちょっとこういう動画をお見せするんですが、いきなり NO ではないんですけどね。はい。ご存知の方もたくさんいるんじゃないかと思いますが、この振り子の同期現象という有名な物理現象があります。こういうふうに弱い相互作用している振り子同士は、同期する。位相が同期するという現象ですね。これをちょっと物理の数式で考えてみたいと思います。そうすると、この振り子の位置が、x で、あと速度も重要ですね。位置と速度があれば状態を説明できます。で、ここでチルダって書いてあるのは、この X の時系列全部を表していると考えてください。ある時刻0から t までの間全てを考えると思ってください。あと、これは、振り子の、重りの位置、オメガによって調節されているので、これがパラメーターということで、これは全部合わせれば内部状態だと考えることができます。で、ここでは我々は左のごめんなさい。右の振り子がシステム、エージェントだと考えて、左の振り子が環境だと考えます。そうすると、この間の相互作用は感覚入力に相当します。でですね、このモデル、このシステムを、物理的に書くとですね、何らかのハミルトニアンという量を最小化するダイナミクスとして、実は記述することができます。こういうふうに、このシグマ、あ、グザイですね。グザイはノイズだと考えていただいて、この H という関数の勾配に従って、この内部状態が時間発展しているという、そういう描像によって、この振り子を表すことができます。そうすると、この式が元はどんなコスト関数から掘り出されるのか、出てくるのかっていう、そういうことを考えることができます。
これはいわゆるノイズによって駆動、ノイズを含むような時間微分の方程式なので、まあ、いわゆるランジュバンシステムですね。なので、これに対応するフォッカープランク方程式という分布の関数を考えることができて、分布の時間発展を考えることができて、さらにこの分布のフォッカープランク方程式がどんなコスト関数を最小化していると考えると最もらしいですかという、そういう問いを立てることができます。そうすると、この式をちゃんと評価してやると、実はですね、このフォッカープランク方程式というのは、この形のヘルムホルツエネルギーを最小化してるんだよということを言うことができます。これは結構嬉しくてですね、一般には、フォッカープランク方程式の、背後に、こういったコスト関数が存在することは常に起きるわけじゃないんですけど、こういうタイプのランジュバンシステムを考えてやれば、常にこれが成り立つことが保証できます。そうすると、これはいわゆる熱力学や統計物理で見られるようなヘルムホルツエネルギーの形になっております。で、一方で、ベイツ推論の世界では、こういった偏分自由エネルギーを考えてました。これはさっきのお見せした式と基本的に同じなんですけど、注意していただきたいのは、物理の世界でエネルギー関数を考えますというときに、まあ、これは分布を表している、π っていう分布なんですけど、これは内部状態がどんな分布をとってますかという、まあ、いわゆるカノニカル、アンサンブルみたいなものを考えるわけですね。これは内部について議論しています。一方で、ベイズ推論の場合は、この Q というのは事後期待値なんですけど、事後確率なんですけど、あくまで事後確率というのは外界がどうなってますかということを知りたいので、この θ というのは外界の変数なんですね。いいですか？物理の世界では基本的にシステム自体、自分自身のダイナミクスを議論したい。一方で、ベイズ推論の世界では基本的に外界のことにしか興味がないですね。しかしですね、この2つのコスト関数は意味は違うにもかかわらず、数学的には全く同じ形をしているので、ベータイコール1の時においては、この2つは数学的に等価になります。すなわち、このタイプのダイナミクスによって、まあ、時間発展していく力学系というのは、暗に潜在的にこのタイプのベイズ推論を行って外界を推論しているとみなせるわけですね。で、さらにですね、このベイズの自由エネルギーを最小化すると、まあ、偏分によって最小を解いてやると、先ほども申し上げた通り、ベイズの定理が出てきます。これは外界はこういうふうに推論してるんだよという結果が表されます。すなわち、このダイナミクス自体も外界のベイズ推論をしていると、まあ、言うことが可能です。その意味はですね、この同期現象自体も、まあ、ある意味外界と同じ値になっているので、それも外界のベイズ推論と言えるわけなんですけど、さらにですね、先ほどちょっとだけ言った通り、この φ というのはパラメータですね、ここでいう重りの位置も含んでいると考えることができます。普通の力学系はパラメータってフィックスされていて動かないですけど、ここではもしこのパラメータも同じヘルムホルツエネルギーを最小化するように動いたらどうなるでしょうって、そういうことを考えることができます。そうすると面白いことにですね、これが最適化前の、内部のパラメータと外部のパラメータの関係性ですけど、まあ、バラバラです。でもヘルムホルツエネルギーを最小化するようにアップデートしてやると、内部のパラメータは外部のパラメータにちょうど一致するように変化していきます。これは外界のベイズ推論によって学習が起きたとみなせる、まあ、状況が全く同じことを、数式上は同じことを言っていて、まあ、このようにですね、実は単に共通のエネルギーを下げるということを考えるだけで、この一般的な力学系というのは外界のコピーになるわけです。まあ、この時においては内部のハミルトニアと外部のハミルトニアン自体も一致します。なので、ハミルトニアンのマッチングが起きるという現象を、これで言うことができて、これは結構面白いですよね。普通の力学系、普通の、物理のちょっと外れた世界においては、まあ、こんな面白い現象が起きて、これはかなり生物がどうして外界に適応できるかっていう問いとも対応が密にありそうなので、このアイデアをもとにですね、脳の理論を作っていくといいんじゃないかというわけですね。で、
まあ、一旦脳の話に行く前に、このスライドだけなんですけど、実は脳以外にもですね、先ほどはいわゆる古典物理系についてこれを適用したわけですけど、量子物理系についても同じことを言うことができまして、これはバリエーショナルクアンタムアイゲンソルバーっていう、いわゆる量子計算に使うアルゴリズムの一種なんですけど、通常は、パラメータのアップデートっていうのは考えないんですよ。なので、あくまで自己期待値をアップデートする。ものなんですね、これは。それで、あるハミルトニアを与えたら、そのハミルトニアを最小化するように分布を決めるよっていうモデルなんですけど、実はですね、ここにさらにプラスのサイクルとして、パラメータを最適化する古典的なサイクルをここに追加してやるとですね、面白いことに、この内部と外部の2つのハミルトニアンがあって、何か相互作用している。で、その相互作用を受けつつ、この量子状態と古典的パラメータ両方最適化するってことを行うと、ちゃんとこれベイズ推論として機能するわけですね。なので今までベイズ推論できなかった量子アルゴリズムにベイズ推論をするように、まあ、ちょっとした拡張をさせることができます。そうすると外部のハミルトニアンと一致する方向にこのシステムのハミルトニアンが自己組織化していきます。そうすると、まあ、ここで示しているように、まあ、外界の状態って隠れ状態なので分かんないんですけど、このハミルトニアンマッチングを起こさせることで、ちゃんとこれ、外界の隠れ状態の推論をこの量子、計算アルゴリズムの中で行わせることができるようになるわけですね。まあ、これって結構古典も量子もこれが使えるということで、結構発展性がある話なんじゃないかなと、ふと考えたりしております。さて、まあ、一旦ちょっと脇道にそれましたけど、ここからは脳の話をしていきたいと思います。まあ、とはいえ、ここまで紹介した自由エネルギー原理、あるいはより最近の、名前として、ベイズ力学という呼び方もあるわけですけど、非常に抽象的な、理論であると言わざるを得ないと思います。まあ、そもそもこのアイデアのオリジナルはフリストンではなくて、19世紀のヘルムホルツが提唱した無意識的推論に、まあ、端を発してるわけですけど、それを90年代からいろんな人がモデル化して、最終的にフリストンはこう統一理論としてこれをモデル化してるわけですけど、まあ、かなり実態が何であるかよくわかんない理論なわけですね。一方で、もっと実態に即した脳の理論というのはいいものがあるわけです。例えば、脳そのものは難しくても、一つ一つのニューロンの活動というのは、ホジキン・ハクセル方程式によって記述できるということは知られていますし、それを近似していくと、レートコーディングモデルというものに近似することができます。これは、まあ、いわゆる今の、機械学習人工知能の人工ニューラルネットが使っているようなモデルにも対応しているわけですね。まあ、さらに、ニューロン同士をつなぐシナプス結合の変化についても、可塑性についても、それは時間依存である。発波タイミングで決まる、シナプス、スパイクタイミングディペンデントプラスティシーというものが実験的に知られていますし、それを近似していくことによって、まあ、いわゆる古くから知られているヘッブの法則に近似することもできることを知られています。なので、この間をつなぐような理論を作りたいということが、まあ、モチベーションとして、あるわけですね。これが解明できれば、この理論の実態も分かるようになりますし、どうしてこういう、部分でこういったダイナミクスがあると、それが何か脳の機能に、統合されていくのかっていう、まあ、その間の仕組みがよりクリアに分かるようになるだろうというわけですね。ここを知りたい。で、まあ、それをちょっと端的に理解する助けになるかもしれない話として、まあ、一つこれを紹介したいと思います。これはニューロン1個の模式図ですけど、ここセルボディ、これが細胞の本体ですけど、まず、前のニューロンからこういうシナプス結合を介して信号を受け取って、で、たくさんの信号を受け取ると、まあ、それが統合されて、あるスレッショルドを超えると、ここで発火が起きます。で、発火が起きたら、その信号というのは今度アクソン、軸索というところを介して次のニューロンにまたシナプス結合を介して送られていくと。いうわけですね。で、この電気的な振る舞いというのは、こういった電気回路で表すことができて、普通の電気回路と違うのは、この抵抗値が非線形な動きをするので、この非線形性のおかげで、こういったスパイクを起こすことができるわけですね。これは電位の変化と言っています。で、ホジキンとハクスレーが
見つけた、4つの方程式というのは、この、電気回路に対応していまして、これはまあ第一の式が、これは電流がどういうふうに変化するか、どういうふうに流れるかということを表している式になっております。残りの3つは、チャンネルがここですね、この抵抗値がどれぐらい、どういうふうに変化するかということを表す式になっております。この4つをちゃんと走らせると、こういったスパイクを再現することができるわけですね。一方で、シナプス結合の可塑性については、まあ、実験的にこういう変化が起きることが知られてまして、ここで言ってるのは横軸はシナプス前と後のニューロンの発火のタイミングのずれを表しています。前のニューロンが発火した後に、後のニューロンが発火したら、こういうふうに、シナプス結合の増強が起きることが知られていて、逆に先に後のニューロンが発火した後に前のニューロンが発火すると、こういうふうなシナプス、結合の、抑圧、現象が起きることが知られています。で、この2つっていうのは、これはシナプスのダイナミクスであって、こっちはニューロンのダイナミクスなので、一見違うものなんですけど、ベイズ力学の予言ですね、ベイズ力学の予想では、この2つは対応関係があるということを示唆します。で、どういうことかというと、どちらも共通のシステムの変数なので、何かエネルギー関数が存在するはずで、そのエネルギー関数を最小化するように、この発火の式もシナプスの活動の式も、可塑性の式も決まるはずだということをベイズ力学は予想しています。で、それを実際に本当にそうかを試すことが可能で、まず、このホジキン・ハクセル方程式は正しいと考えて、この式が出てくるような元のエネルギー関数は何ですかということを問うことができます。それは、この式を積分してやればよくて、今度積分した値に対して、シナプス結合の値で微分を取ってやると、この学習則が出てくるはずだということをまあ予想することができるわけですね。そうして計算した理論値というのがこんな形で、で、これが実際の実験の結果なので、まあ、それなりにいい予測値、予測の、形になっていて、まあ、形式的には、定性的には形は一致しているよねということを言うことができます。まあ、こういうふうに、まあ、これ単なる一例ですけど、まあ、何かこのホジキン・ハクスレー型のニューロンの式とシナプス可塑性の現象の間に、背後にある共通の何かがあるんじゃないかということを、まあ、示唆するような話かなと思います。まあ、こういうことがベイズ力学という観点、つまり両方が共通のエネルギーを最小化しているという観点から出てくるというのは面白い点かなと思います。さて、まあ、とは言ってもですね、この式そのものを解析するのは非常に大変なので近似を行います。まあ、よくされるのはこれ2次元に圧縮する、まあ、近似するという方法で、M っていう変数を落とすことができてですね、早いので。あとは H と N っていうのも形が似てるので、まあ、同じ成分、同じ変数だと思うことができて、そうすると二次元になって、いわゆるヒッツヒューナグモ方程式みたいなモデルみたいなものがこのクラスに入ることになります。で、我々もそれに類似したカノニカルニューロンモデルっていうのを定義して、それはこういう形をしていて、これはいわゆる発火率モデルになるんですけど、この後に。まあ、X っていうのは、ニューロンの発火率のベクトルでたくさんのニューロンを同時にこれで表現していて、で、これはシナプス結合で、例えば興奮性抑制性というふうな分け方ができて、で、O は感覚入力ですね。H は W1、W0 に依存するような、適応能力がある発火域値になっています。こういうモデルを考えたいと思います。で、こういうモデルを考えた上で、外界を、まあ、このスライドで定義するような外界を考えたいと思います。で、これは典型的なニューロンの、ニューラルネットワークのモデルなんですけど、まあ、重要なのはちょっと分かりにくくですいません。上半分が、これは外界を表しています。外界がこういうふうに信号生成をして、それをもって一層のフォワードネットワークが、こういうニューラルネットワークがあって、そのニューラルネットワークが入力の重み付けを受けて、発火を起こすという、まあ、そういうモデルを今考えています。で、これに対応するのが実はこういうベイズモデルで、
これは Partially Observable Markov Decision Process と呼ばれる、まあ、いわゆる離散的な世界でベイズ推論を行うために典型的に使われるモデルのクラスになっています。POMDP と省略します。で、これはどういうモデルかというと、何か外界に隠れ状態 S があります。これはベクトルで各成分は0か1を取ります。それは D という分布からランダムに生成される信号ですと考えます。で、その混ぜ合わせによって感覚入力 O が決まります。この O を決めている A は、ミキシングマトリックスだとか、ライクリフードマッピングと呼びますけど、この A によってS から O への変換が決まります。で、O はまた0か1の値を取るベクトルです。さて、で、これをベイズ推論するということは、この反転を行えればいいわけですね。つまり、A によって S が混ざっているので、A の推定値、A の推定値を学習してやって、その逆変換をここにかけてやれば、これで元の S の推定値が得られるでしょうということを、まあ、考えることができます。で、これを解くのが先ほどの自由エネルギーの最小化で、さっきの自由エネルギーの関数形に、ここで定義された具体的な POMDP モデルを代入してやれば、こういったふうなベイズ最適な解、これは、推定値を表していますけど、事後期待値と呼ばれるものです。A の事後期待値はこの形で書くと最適で、S の事後期待値はこの形で書くと最適ですということが、まあ、簡単な計算で解析的に求めることが可能です。まあ、これがベイズ推論でした。で、次のスライドでは、この2つがどういう対応関係があるかを、きっちりと示していきます。はい。で、我々の立場というのは、まず神経細胞の数式からスタートするという立場なので、ここで先ほど定義したカノニカルニューラルネットワークをもう一回出しています。これが神経細胞の活動の方程式ですね。で、この式がどんなコスト関数から導出されたと考えると、最もらしいかというのを考えました。それは、こういうふうに積分をしてやれば、元のコスト関数が得られます。で、今度は、この式を W について、シナプスについて微分してやると、シナプス可塑性の式が現れます。これは結構非自明で、このコスト関数自体は、この神経細胞の式から出てきたにもかかわらず、ちゃんとこれを微分すると、今度はシナプスの式にも現れるというような性質があるものです。面白いですよね。で、一方で、ベイズ推論の世界では、まず外界のモデルを POMDP で定義してやると、これが具体的な自由エネルギーの形ですというのを与えることができます。で、これを最小化すると、ベイズ推論が行えたり、学習が行えたりします。で、実はこの2つのコスト関数というのは数学的には同じ形をしていて、この S というのは事後期待値なので、各成分が1を取る確率と0を取る確率のブロックベクトルになっていて、ちょうどこのブロックベクトル、X のブロックベクトルに対応しています。で、このログはここのログに対応していて、実は A もブロック行列なので、この W のブロック行列に対応していて、このドット積っていうのはこの行列とベクトルの掛け算に対応していて、このファイとログ D も対応しているということで、まあ、実はどの変数も1対1対応があるので、上で考えても下で考えても同じことを言ってるわけですね。まあ、すなわち、どんなこのタイプのニューラルネットワークの式に対してもちょうど対応するようなベイズが存在しますよ。で、具体的にはこのどういったベイズかというと、1個前のスライドで見せたああいうタイプのベイズの解というのが、この神経とシナプスの方程式の意味する、機能的にどういう意味があるか、どんな機能を持っているかは、このベイズによって表現することができるわけですね。つまり、まあ、こういうタイプの活動というのは外界の推論をしていると見なせるんだよというのがポイントです。さて、まあ、これによって2つの脳というのを考えることができるようになりまして、まあ、すなわち本物の脳と人工脳というものを考えることができると。で、どういうことをやりたいかというと、まず、まあ、本物の脳から神経の活動を取ります。その取ったデータを先ほどのカノニカルニューラルネットワークにフィットさせてやります。そうすると、この実データに基づいてパラメータとかを決めることができるわけですね。で、ここからは我々のやり方で、このニューラルネットワーク定義したら、積分すればヘルムホルツエネルギーが得られて、で、透過性があるので、これに対応する生成モデルと自由エネルギー関数を見つけることができます。で、さらにこの自エネルギー関数を微分してやると、学習アルゴリズムが得られて、学習アルゴリズムを積分すれば、
どういう学習が起きるかを予測することができます。ということで、もしですよ、何か学習を伴うような課題を神経回路とか脳にやらせている時の初期データだけからこのプロセスを行ってやって、初期データだけから自由エネルギー関数を特徴づけて、それは人工知能として振る舞うわけですね。これを最小化することは学習を起こすので、この人工知能、初期データだけから特徴づけてやって、そういう方法で生物的にもっともらしい人工知能を作った上で、そいつに予測をさせるということができます。で、もしこの予測結果が実データの学習後のデータ、それはトレーニングに使ってないデータをちゃんと予測できるのであれば、我々が仮定したこの自由エネルギー原理だとか、ベイツ、力学だとか、もっと平たく言うと、シナプスとニューロン、共通のエネルギー関数を最小化しているという仮定の正しさを実証することができます。なので、この戦略を使って、いろんな脳でこれが本当に起きているのかどうかを検証してやりましょうというのが我々の目的で、まあ、特に我々が最近始めた学術変革領域では、これを中心に、脳の理論の、開拓と検証を行ってやりましょうということを考えています。で、まず、最初に紹介するのは、すでに出ている結果では、培養細胞に、この考え方を適用して、本当に予測ができるのかどうかをチェックしました。ここで表しているのは、お皿の上に培養したラット大脳皮質由来の神経細胞のネットワークで、そこに先ほどの POMDP モデルと同じように作った、電気刺激を生成するプログラム、何かプログラムを作って、その中で POMDP をシミュレートしてやって、その結果出てきた感覚入力によって、これを電気信号に変換してやって、ニューロンを刺激してやりました。なので、この K っていうのは POMDP とちょうど対応している。そういう系ですね、実験系ですね。で、それで電気刺激してやると、こういうふうに神経の応答が起きます。まあ、これによって何か活動も起きるし、これを14時間ぐらい繰り返してやると、その間に可塑性が起きるので、その可塑性の起こり方が本当に理論予測と一致するかどうかを調べてやりました。そうすると、こういうふうな結果が得られました。これはどういう何かというと、横軸は、信号源2ですね。信号源2がオンの時のみによく活動する、まあ、ニューロンっていうのを青で今表しています。まあ、縦横軸は各ニューロン、あるいは各電極で得られた活動の、大きさなんですけど、この横軸っていうのは特に、0、1なので、信号源2だけがオンの時の応答の大きさ、縦軸は信号源1だけがオンの時の応答の大きさを表しています。まあ、すなわち、上側に見えるやつっていうのは、信号源1によく反応するニューロンで、下側に見える青色のやつっていうのは、信号源2によく反応するニューロンです。で、このグループだけを今度見てみると、このグループっていうのは、学習が起きていて、セッション1からの差、セッション1からの神経応答の差をここで表示してやってるんですけど、差を見てやるとですね、この訓練中に信号源1が1オンの時だけよく反応するように発火率の増加が起きていて、一方で信号源が0の時ですね、信号源1が0の時というのは発火がを増大しないという、そういう性質があることが分かりました。すなわち、これは信号源1を符号化しているとみなせるので、この結果っていうのは、自エネルギー原理の予測と、まあ、整合性があります。同様のことが信号源2エンコーディングニューロンにも見られました。今度は逆に信号源2の時がオンの時だけよく反応するという結果ですね。で、さらにこれが言えたので、今度は、じゃあ、具体的なシナプス可塑性が予測できるかどうかっていうのをチェックしてやりました。ただし、実際のシナプス結合は分からないので、実効的結合強度によってそれを代替してやりました。そうすると、今ここで示しているのは、理論的に予測した自エネルギーの関数形なのですけど、この上に実験データから計算したシナプス結合の
実効的強度の変化、時間変化っていうのをプロットしてやると、理論の予想通りに G エネルギーが大きいところから小さいところに移動していくということが見られました。さらにこれが言えるんだったら、今度、途中から AI に置き換えてやっても予測ができるはずなので、それをチェックしてやると、最初の10セッションだけ実データを使って初期値を決めてやった結果、もうデータを使わずに、自由エネルギー原理に厳密に従う AI の挙動だけで結果を予測してやりました。学習結果を予測してやりました。そうすると、AI はこの自由エネルギー、背後にある緑色の勾配に厳密に従って可塑性を起こしていくので、こういう軌道が得られるわけですね。明るい色で表しているのは、自由エネルギー原理の予測値です。この2つは、なかなか整合性が高いということを示すことができました。で、これは1資料だけじゃなくて、30の、ね、独立な、サンプルで調べてみても、こういう傾向があることを確認できました。さらにですね、先ほどハミルトニアンが内部と外部で一致するっていうことを理論的に予測できるという、予想できるということを言いましたけど、実際にこの K に対してそれを計算してみるとですね、完全に一致まではいかないまでも、外部のハミルトニアンと、との差を小さくする方向に内部のハミルトニアンは変化し続けているということが確認できました。なので、理論で期待しているようなハミルトンマッチングと整合性のあるような結果が、このバイオ細胞の自己組織化の間に起きているということを確認できました。はい。で、これは、このスライドはもう本当に駆け足で喋っちゃうんですけど、先ほど申し上げたシナプス可塑性っていうのは、前後のニューロンだけじゃなくて、いろんな神経収縮物質がモジュレーターとして機能して、このモジュレーターの役割によって、さまざまな機能が表現できるということが知られています。なので、2社の関係だけだったら単に連想学習するだけなんですけど、こういうふうなモジュレーターがあることで、これが報酬によって変わったり、アテンションによって変わったり、いろんな機能をこれで表現できる形になるわけですね。スリーファクターヘッビアンルールなどと呼ばれています。特にドーパミンが面白くてですね、過去に起きたシナプス可塑性を後から入れたドーパミンが修飾することができます。そういう報告があるので、まあ、それを数式でモデル化してみて、そのモデルが先ほどの、我々が考えているベイズ力学の、条件を、満たすように、そういうニューラルネットワークを組んでやりました。そうするとですね、このニューラルネットワークは実は、可塑性の式も活動の式もあるエネルギー関数の最小化によって決まっていて、そのエネルギー関数というのはベイズの自由エネルギーと一対一対応があります。なので、フリーパラメータのチューニングが簡単に行うことができて、そうするとですね、こういう迷路を解かせる、ニューラルネットワークみたいなのを、簡単に組むことができます。これはいわゆる強化学習とか機械学習を行ってやれば自明なんですけど、こういったナイーブなニューラルネットワークモデルと、生物的に最もらしい可塑性のルールだけでこれが表現できるかどうかっていうのは、これが実行できるかどうかっていうのは、そんなに自明ではないんですけど、この K とあるベイズ推論が数学的に等価であるっていうことを知ってる人だったら、簡単にチューニングすることができて、まあ、具体的にどういう式、どういう形になっていたら、ベイズ最適かというのがちゃんと言えるので、まあ、こういうのを組むことは簡単にできるというわけですね。で、あくまでこれは自己組織化の結果、行列が学習して、こういうことを実行できるようになっています。で、それはすべてこのモジュレーションが、ゴール、あの、迷路が解けたら、このモジュレーターが報酬を与える。で、解けなかったら報酬を与えないってしてるだけで、これを実行することができるので、これは一種の、能動的推論なわけなんですけど、ちゃんと生物的最もらしい方法で行動のプランニングの最適化が行えるよということを示しますと、まず、G エネルギー原理の基礎というのを紹介させていただきました。で、最近の流れとしては、アーティフィシャルなベイズを考えるんじゃなくて、自然な物理現象の中にベイズが現れるという立場を特に強調することが多くて、ベイズ力学なんて呼び方もされています。で、我々が特に興味を持っているのはニューラルネットワークにおけるベイズ力学なので、ニューラルネットワーク用のヘルムホルツエネルギーというのを定義してやって、まあ、この最小化というのがちょうどベイズ推論に対応しているということを紹介しました。なので、こういった考え方は、
おそらく、ニューロンの挙動、脳の挙動を考えるときにも最もらしいんではないかというのが、まあ、我々の主張になるわけですね。で、クラシカルシステムと量子システムの両方に適用できる例を紹介して、あと実際にこのテクニックを、まあ、アプリケーションなのかもしれないですけど、このテクニックを使うと、実データから生成モデルを推定するということが可能になって、まあ、その、実データに適用した例を紹介しました。で、その結果、インビトロの生体外培養細胞にこれを適用すると、可塑性の起こり方を予測できますということを紹介して、手法としてはこれは生体内の脳内の可塑性の予測にも使えそうであるということを少しだけ話しました。で、最後に進化の話に、飛んで、1個体内の最適化をヘルムホルツエネルギー最小化として見るんじゃなくて、種全体の最適化もヘルムホルツエネルギーを定義することができて、そうするとそのスケールの最適化というのはベイズモデル選択に対応していそうだと。で、一方で、嬉しいことに、POMDP、カノニカルニューラルネットワークとチューリングマシンというのは実は同型なので、外界が十分にリッチで、チューリングマシンとして振る舞うような状況の中で、十分長い間進化、プロセスを続けていくと、期待しているのは、これは、外界が万能マシンとして見なせるのであれば、こうして進化していくニューラルネットも勝手に万能マシンになるでしょうということが、まあ、言えそうであるというか、まあ、どこまでが証明できているのかと言われると、いまいち答えにくいんですけど、どうやらうまくいっていそうだというのが、まあ、現状でございます。はい、以上で発表終わります。長くなりました。はい、すどうもありがとうございました。very excited, exciting talk. ご質問があったら、ミュートを解除し、直接来てください。あ、じゃあ、よろしいでしょうか。すいどうません。ぞ。どうぞ。非常に面白い話ありがとうございました。で、その最初のその、まあ、任意の力学系が、ヘルムホルツ原理で表せるという話がにあると思うんですけれど、あったと思うんですけども、そうすると、その、まあ、途中で出てきた、その、まあ、脳というか、まあ、神経系が、その、ヘルムホルツ原理で表、あの、自由エネルギー原理で表せるっていうのは、ある意味、まあ、この、任意の力学系が表されるってことからの、もう自然な帰結なのか、それともそうではなくて、何か特別なことがあるのかっていうのは、いかがでしょうか。ありがとうございます。自然な帰結であるということを主張したいっていうのが我々の考え方で、ただし自然な、なんていうんですかね、非生物的物理系ってパラメーターの最適化ってそんなに起きないだろうなと思っているので、特にこのパラメーターが同じ共通のヘルムホルツエネルギーの最小化で最適化されるっていうのが特に重要なんではないかと考えています。あ、というのは、だから、その、まあ、脳もある意味物理系というか、物立理派な系、系と考えることができるので、まあ、そういう意味では、そこで成り立つのは当然と考えていいのか、それとも、そうではないのかっていうのは。当然だと考えてます。あ、わかりました。で、たその、だ、どうぞ。あ、ただ、なんでしょう、ただ。いや、ただ、これができるのは、ある限定的なベイズのクラスと解釈できるに過ぎないので、つまり、これは万能マシンになるかどうかは全然非自明なわけですね。だから、十分リッチにベイズ推論ができるような系であれば、ちゃんとこう意味のあるベイズ推論とみなせるんですけど、ここで言ってるのは、なんかすごく限定された簡単なモデルのもとで、それを仮定したもとでのベイズ推論をしているということが言えるに過ぎないっていうのは、ちょっと重要な点。活動を見たときに、ネットは、あ、ここですかね。活動で、ネットワークを、なんか特定のネットワークみたいなものを予測、一番よく当てはまるネットワークみたいなのを予測するっていうところから始まるんですかね、ここは。はい。1番と2番のところです。おっしゃる通りです。なので、これはフリームービングみたいな何も法則のないところでできるとは、現時点では考えてなくて、特定の課題の中でずっと訓練していく中で、どんな学習が起きるかを予測できる、そういう手続きじゃないかなと考えています。で、そこのネットワーク、ここで言う2番のアサインカノニカルネットワーク、ニューラルネットワークっていうところは、何ですかね、その、どんな、単に活動予測で活動をそのまま
模倣できるネットワークでいいのか、それともなんかちょっと、ちゃんとその後、自由エネルギーが求まるような形になるようなものじゃないとダメなのかとかっていうのはあるんですか？そうですね。まあ、広い範囲のクラスで、ヘルムホルツエネルギーの計算っていうのは可能なんですけど、問題はそれをベースとして解釈するときに解釈しやすいかどうかっていう問題が生じます。例えば先ほど、ホジキン・ハクスレ方程式っていうリアルなニューロンの例を出しましたけど、あれに対応する、生成モデルというのは求められるかもしれないけど、その解釈はもう不可能。絶望的であるということが言えます。で、このカノニカルニューラルネットワークのご利益は、これはちょうど POMDP に対応しているので、このモデルにフィットしてやって、この対応関係を使うと、こうして得られた生成モデルは解釈可能性、説明可能性がとても高いといういい性質があります。なので、これを使っています。なんか実験してる見方すれば、そこが一番結構大変、そこから大変なんですかね、実際にデータ、はい、とおっか。しゃる通りだと思います。実験の方にとってというよりは、実際適用してみて大変なのは、やはりこの1から2をやること自体が大変なので、逆に2までいけば、あとはもう自動的に6までいくので、はい、ここをいかにうまくやるかだと思います。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。もう時間になりました。今日は皆さんどうもありがとうございます。磯村先生、thank you very much for your time and your exciting talk. And I hope we can follow up with, from this discussion to further collaboration. Thank you very much. ありがとうございました。Have a nice evening, どうも everyone. ありが Thank とうyou ございまし very much. どうもありた。がとう。失礼いたしま失礼しす。ます。